こんにちは。こんにちは。イエーイ。はい。ルイージー。ドラムのブリッツ、ドラムのりょうくんでーす。イエーイ。イエーイ。じゃあ改めて自己紹介、名前とパートを教えてください。ドラムのりょうでーす。イエーイ。りょうりょうって呼んでね。いや考えちゃう。いやチグラ。はい。いや。そんなりょうりょうくんの好きな食べ物。教えてもらっていいですか。ブロッコリーみたいな頭ですけど、ブルーハーフやからね。好きな食べ物はね、バナナ。甘いものが好きです。プリン、あプリン、毎日アイス食べてるもんね。日陰のペンね、うん、お、いいじゃないですか。りょうりょうくん、ハマってるもの、趣味とかって教えてもらっていいですか。趣味は、ま、読書かな。マジで。ちなみに今何読んでるんですか。今ですか。今は青エクとか、あれどっ、うん、まあ、青のエクソシスト、青のエクソシストとか、はい、レールガンとかインデックスとか、あスタリエッチとか、あれ勉強してたと、はい、グレーゾーンですね。勉強ね。勉強、そんな勉強かな、りょうくん。ステージではどこを見てればチャームポイントとか教えてもらっていいですか。笑顔かな。ね、あーいつもニヤニヤしてるもんね、二、うん、人エッチ見ながら、まあ、俺とりょうりょうの笑顔のね、返しがね。うん、まあ確かにそこはうちの見どころですね。怖い怖い怖い。はい、りょうくん、じゃあ、うん、何フェチですか。ズバリズバリいっちゃってください。胸だぜ。あーガチガチ、これ永久保存版ですね。うわー、はい。なりょうくん、普段休みの日とかは何してんすか。寝てますね。あ、寝てるか、ゲームかな、やっぱり。あ、ちなみに今ゲーム何やってんすか。最近デジモンが、デジモンが PS。 あ、僕も買いました。はい、はい。あれバードラモンだぜ。カメラマン、ミハルだ。おう、ミハルがお送りしてもみます。でも休みの日は胸でしょ。あれ違うか。これはちょっとグレーゾーンなんで。はい、ごめん、グレーゾーン。え、じゃあ、うん、帰ったらまず何するんすか。帰ったらね、とりあえずね、服を着替えます。脱いで、あー、部屋着に。そう、部屋着に。サルエルとかですかね。サルエルですね。あのあー、あー、まあそうですね。サルエル僕あんま好きじゃないんですよ。はい、サルエルか、あのドラゴンボールのジンベイがあるんです。あー、前ライブでも一回着た、あの、かわいい、かわいい、かわいい、おしゃれな。はい、じゃあそんなりょうくん、ブリッツ10月8日ブラックホールでのワンマンについて一言いただけますか。まあ僕個人なんかワンマン初めてだし、すげえ気合い入ってるし、うん、なんかね、こうやって音源とかも出せて、うん、全国に流通とかもできて、うん、だから幸せですね。そう、そういう泣いちゃう。そう、もっと泣いちゃおう、泣いちゃおう。もっとグッズを広めていきたいし、うん、うん、とりあえず最高のワンマンにするから、まあね、頑張ろうか、ね、イエーイ。うん、ではみんなに、ファンのみんなにメッセージ一言最後いただけますか。なんかね、伝えたいことがありすぎて、あとりあえず胸なんだろ。伝えたいことがありすぎて、なんかね、うん、とりあえずどこ見てんのよ。じゃ最後、じゃあもう、うん、ずっとゆらゆらしてるから一言決めて、うん、もう顔認証できてないから、はい、どうぞ。大好きだ。イエーイ。じゃあ、イエーイ。ありがとう。はい、ありがとうございます。こんなブリッツのドラムのりょうくんでした。イエーイ。バイバーイ。